はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv のお時間です。まあ、お時間ですって言っても録画ですけどね。いつもご覧いただきありがとうございます。着々とアクセス数も増えていったりしています。ということで、ほぼ毎日人生に役立つ情報を全世界中に配信しております。こちら千葉県旭市 JR 日形駅から徒歩30秒ほどにございます、手作りアクセサリーのお店ラスター、こちらから配信しております。はい、早速本日のお題を読み上げて共に学んで成長していきましょう。本日のお題は、精神的な免疫力をつけておく。こちらを今から読んでいきます。免疫力を子供の頃からつけておくと、すいません、間違えました。免疫力を子供の頃からつけておかないと、大人になってからとても苦労します。免疫力とはいえ、健康面での免疫力ではありません。もちろん、健康面での免疫力も大切なのですが、それより精神的な免疫力の方がはるかに重要なのです。精神的な免疫力がなければ、体がいくら丈夫でも動かなくなってしまうからです。些細な失敗で精神的に落ち込んで何も行動ができなくなってしまうことを経験したことがありませんか？恋愛に挫折して次の恋へのステップが踏めなくなってしまう。先生に叱られて落ち込んで行動することが怖くなってしまう。恥ずかしい目に遭うのが嫌だから何もしない癖がつく。人間が行動できない一番の理由は、体に障害があるとか不自由であるとか病気であるとかではありません。精神的に免疫がなく、些細なことですぐ落ち込んでしまうから行動ができなくなってしまうのです。若い時期にしておかなければならないことの一つに、たくさんの失敗を経験して精神的な免疫力をつけていくということです。これは若いうちだからこそつけておく方がいいのです。若いうちであればやり直しができ、立ち直りも早く、リスクが小さくて済みます。若い時期にたくさんの失敗を経験していくことで、失敗を失敗と感じなくなる感性を身につけておくことです。たくさん失敗しておく方が、そのおかげで何かが良くなることを感覚的に知っておけば、失敗することが怖くなくなります。失敗は成功の種ということに早い時期に気づいておけば、暗い人生を歩むことなくなるのです。今日の格言、失敗に慣れて精神的に免疫をつけておく。なるほど。俺はそんなに基本がもうポジティブ思考なんで、落ち込んだりとか悩んだりとか落ちたりとか全然しないんですよね。悩みがないのが悩み的な、それも多分良くないと思うんですけどね。でも確かに失敗経験を積むのは間違いない。いろいろ新しいことにチャレンジしていきたい。自分もそう心がけて、毎日マンネリしないでいろんな興味津々、好奇心を旺盛に過ごしていきたいと思います。ということで、本日もご覧いただきありがとうございました。